京21時の DTM シネモテレビでございます。本日は2023年10月11日水曜日ということで、これもお送りしていきたいと思います。シネモンです。本日のシネモテレビコーヒーですけど、こちらヒルズ、ブロスシングルオリジンセレクションのマンデリン G1 ということで、マンデリンって何ですかね。虎の、ね、イラスト描いてる孔明ちゃんうちのこうちゃん、しっかりとしたコクのある、苦味と香ばしい香りというふうに書いておりますけども、苦味があるということでね、まあもう僕はコーヒー好きなので、まあ非常にこう苦味のあるコーヒーが好きなんですけど、飲んでみたいと思います。うん、おいしい。もうやっぱりなんか癖が強いですよね。やっぱりこう人間コーヒーだけじゃなくてどんなものでも慣れてくると、もう癖の強いものしか、愛せなくなるという感じになってますけども、なかなか美味しい、コーヒーでございます。それではこのコーナー行ってみたいと思います。シレモの今週の気になる話題ということで、今週のさまざまな、ニュースをピックアップしてお送りしていきたいと思います。まずはこちらから、紅白歌合戦司会者発表、有吉弘行、橋本環奈、浜辺美波ということでお送りして、ということなんですけどもね。まあ本当に有吉さんは初めてということで、まあその憧れの内村さんがまあね、紅白の司会されていたんで、自分もその域にまあ達して嬉しいみたいなね、コメント残されて。しかし橋本環奈さんと浜辺美波さんってあれだけね、綺麗な顔されているのに、ハートめちゃくちゃ強いハート大谷翔平さんぐらいのハートだと思いませんか。あれだけ可愛いのにね。え、いやー、こういう大舞台にもう僕だったら震えて次行ってみましょうかなると思うんですけどね。もうすごいね、去年、橋本さんって去年もされたんですよね。もう堂々たる、なんか堂々たる感じしそうじゃないですか、お二人ともね。いや、すごいなと思うんですけどね。次です。流しそうめんで食中毒892人ということでね、石川ということなんですけども、驚いたのは、湧き水を使って、その湧き水にカンピロバクターという、まあ言ったら食中毒のね、まあその菌が入っていてということなんですけども、あれ、湧き水ってそういうのあるんですね。気安く飲めないですね。まあ僕全く湧き水飲まないそういう場所にも行かないから気をつけないととか言いながらも全くの息もしないけどねっていう感じなんですけどね。でもなんか結構ほら、湧き水って簡単になんか水筒に入れてなんか飲んでる人とかいるじゃないですか。気をつけた方がいいですよね。でも流しそうめんね、これ食事中毒892年って書いてますけど、なんか8月全体で892年っていうことなのですごく紛らわしいニュース記事なんですけどね。次です。完全無人タクシーが女性を引いて体の上に停車、アメリカサンフランシスコということなんですけど、まず驚きなのは完全無人タクシーがアメリカのサンフランシスコでもう走ってるということで、朝日新聞の YouTube でその記者の方が乗っている様子をね、まあ回ってるんですけども、驚きですよね。まあハンドルがね、無人なんですよ。勝手に動くんですよ。でこれは実際無人のタクシーが引いたんじゃなくて、なんか他の人が引いて女性をその上にまあ、乗ってしまったという感じで、実際にその完全無人タクシーが引いたという形ではないようなんですけどね。二度目に引いたみたいな。まあでも将来的にはね、こういう無人タクシーがもうね、出てきてますから、これがまず驚きですよね。だからもうあと5年も10年もしたらね、日本でも入ってくるかもしれませんね。Thank you.
さなしげもね、ウェイトポスマ2023スタジオライブテイクワンでした。それでは CM。シゲレモンファンクラブ演奏のお知らせです。シゲレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくはフシギ音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円、月額1100円、月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、 月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。フシギレモンライブスペース電脳フシレモショー、月額1100円でフシギレモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくはフシギ音楽レーベルサイトまで。フシギテレビジョン、フシギ音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聴き放題、月額1100円。フシギテレビジョン、フシギテレビジョン、フシギテレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。フシギレモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。フシネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。シネモンキーワード。このコーナーはネットのトークテーマサイトをもとにフリーに選んだキーワードトークをするコーナーでございます。今日のトークテーマは3つ。最近見たおすすめ映画をネタバレせずに教えて。リモートワークの必見アイテムは、あなたが好きな時代はの3つでございます。まず一つ目、最近見たおすすめ映画をネタバレせずに教えてということなんですけどね。まあ最近映画見てない、全くっていうか映画をほとんど見ないというか、まあ唯一一番新しいのは新ウルトラマンを見たという、まあ特撮オタクなので新ウルトラマンは見ましたけどね。新ウルトラマンめちゃくちゃ面白かったですけどね。なんか結構低予算だったそうなんですけども、なんか熱量で映画って作れるなという感じも、まあ低予算って言ってもね、まあウルトラマン作れるぐらいですから、もう最低限の映画の予算はあると思うんですけども、でも本当に面白くてですね、なんか、本当に今、ああいう特撮っていうのは映画でやる方が迫力もあるし、もう本当に、なんかウルトラマンの次、ウルトラセブンとか、そういう昔のウルトラマンもまたやればいいのになんだと思いましたけどね。次はリモートワーク必見アイテムはということなんですけどね、もう間違いなくこれですね。エアポーツでございます。エアポーツで言ったらノイズキャンセリングという、まあ、雑音を消せるものがついているんですけど、で僕は会社員とか学生の方はもう通勤通学中はですね、これを使わないでほしいなと思ったりして、本当に危ないから。でも逆に在宅の方とか主婦の方とかはですね、逆にね便利でね、やっぱり家にいる時間が長い方っていうのは些細な雑音でもですねすごいストレスになったりするんですよ。だから逆にそういう方の方が僕はおすすめで、ぜひね、本当に消えるんですよ、もう些細な音だから。旦那さんのいびきとかも本当に消える消えたりするもんですから、まあ、うちなんかはニャンがいますから、ニャンのねもううるさいんですよ、ギャーギャーは。もう本当消えますから、もうなかなか本当にもう絶対いるアイテムだと思います。まあ、最後です。あなたが好きな時代はということなんですけどね、いや分かんねえないや令和でいいんじゃないですか今が一番というタイプの人間ですから令和ですねいや、まあ、あまり過去に戻りたくないというタイプの人間なんです。ただまあ行ってみたいというのは、まあ、明治とかあと江戸とか、まあ、行ってみたいですけど、別に好きではないです令和が好きですということでお送りしました水曜21日の GTM シレモンテレビということで、また次週お会いしましょう。ボギー。